すっげえ見えるやってます。頂上軍団さわやか五郎と言います。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。会いたかった皆さんとありがとうございます。はい、3年ぶりの感謝祭、迎えることができて僕も非常に楽しみでございます。皆さん盛り上がってますか？再開でございます。めちゃめちゃでかいって感じでもなくて、でも高さがやっぱあるから、高さが 2.3 メートルぐらいあってね。うん。皆さんの頑張ってるところも、ガス先生。YouTuber ご覧の皆さん、こんにちは。キャンピングカー TV のタックルでございます。ちょっと雰囲気が違うかもしれませんけどね。今日は久々にキャンピングカーで出かけられるチャンスを得ましたんで、今から出かけるところなんですけれども、待ちに待ってました。3年ぶりの開催でございます。ナッツ RV の感謝祭。まあご時世もあって、やっぱりどうしてもということがあってね、3年間できなかったですけど、ついにこのイベントが帰ってきました。このイベントはですね、ナッツ RV さんからキャンピングカーを買ったユーザーたちの、まあ、感謝祭ですね。主催がナッツさんなんですけど、そのお祭りでございます。来月11月にですね、僕が主催してますキャンピングカーファンフェス、これはもうキャンピングカーじゃなくても車中泊できる車であれば OK だし、どのビルダーさんとかも、分け隔てなくね、やりましょうというイベントなんですけど、まあ、ご存知の方も多いかと思いますが、僕のファンフェス、キャンピングカーファンフェスはですね、このナッツさんのイベントに、感銘を受けまして、自分だったら、自分だからこそできるものといったところで、ファンフェスというものを作った次第でございます。なので、やっぱり今回このイベント、自分の原点にね、戻ったような気持ちで、行こうと思ってるわけですが、まあ、親父がついてくるっていうんで、親父と久々にね、二人でキャンプに行こうかなというところでございます。さあ、今年はどんなイベントになるのか、今から楽しみです。では、行ってきます。じゃあ行きますか。お願いします。親父も乗っちゃってください。はい。お願いします。ということで着きますね。ここだね、最後。もうみんないるのかな。あ、知り合いいるな。大輝くんが撮ってます。いよいよだね、入場がね。はい。いよいよですね、入場が。ですね。うん、間もなく入場です。もう朝からすごいみんなが声かけてくれたりとか。やっぱ、待ちきれない様子で。今かとカウントダウンしてます。そうだね、もうまあ、3年ぶりだからね。ですね。久々に会う人も多いから、うん、動き始めました。3年前って新型出てたかな、最後の時。うん、どうだろう。お、行きます。はーい。前も動き始めた。行くぜ。出発出発です。出
達です。天気も天気も良くなったね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。もうみんな知り合いだから。あ、泉さんだ。おざっす。よろしくお願いします。楽しみにしました。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。行きますか。行きましょう。あ、社長、おはようございます。おはようございます。撮っても大丈夫ですか。大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あの、僕3年ぶりなんで、僕もすごい楽しみにしてましたんで。いや、芸能人の人が来ると嬉しいですよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。荒木社長にもお会いしましたけれども、無事に3年ぶりのイベントが開催になりそうな、開催になるというところでございますが、たくさんのね、あの YouTube の友達も来てますんで、今日はプライベートとしてもね、楽しんでいきたいなと思ってます。では楽しむぞ。あ、すいません、ありがとうございます。しょうがねえから飲むか。しょうがねえから。じゃあ、いい、乾杯。乾杯。思います。今回も司会進行を務めさせていただきます。私、お笑い芸人やってます、上場軍団さわやか五郎と言います。よろしくお願いします。お久しぶりでございます。会いたかった皆さんと、ありがとうございます。はい、3年ぶりの感謝祭、迎えることができて、僕も非常に楽しみでございます。皆さん盛り上がってますか。最高でございます。最後の綱引きのチャンピオンになるのはどちらか。はい、キリンチーム VS ゾウチーム、皆様めちゃめちゃ盛り上がってください。それでは決勝いきます。はい、いきます。レディー。さあ、ゴールか、土屋さん、どうだ。さあ、どうだ。キリンが来た。あ、ゾウが来た。すごい、ゾウが来た。ゾウチーム誰か一人。キリン、キリン乗り返した。ゾウは耐える。さあ、ゾウチーム、キリン、ゾウチーム、ゾウが来た。謎の応援団が一人います。キリン、キリン、なんかキリン、ゾウが耐える。ゾウが来た、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 ゾウ、ゾウ優勝しました。いい試合でした。いや、もうこれはいい試合だった。盛り上がりましたね。います。決勝にふさわしかったですね。ワールドカップで引退する時の中田秀みたいになってましたけど。行きますか。行きますか。乾杯。イエーイ。
あんな幕あったの、顔見せてなかったですね。日本酒の飲み比べすごいいっぱいあるから何しようかなと思ってるんですけど、新潟のお酒ですね。新潟のお酒、新潟里ヶ島のお酒。本日もお送りいたしますわ。めっちゃ香りがいい、うん、あすごい、あもういい、あの画面越しに見てます今。残念ながら綱引きは負けましたが、はい、決勝まで行ったんですけど、であのデュカトの新しいこの後入ってくるやつの電車両が今日1台あるっていうことで、ちょっとねそれを見に行きたいなと思うんですけど。でも長さはその2つだって今。だからこれ短い方で。だってシートの触り心地とか座り心地を知るんだ。うん。台車っぽいしね。全然大丈夫。特別にじゃあすいません。ディーゼル。これで6、これ6メーターでしたっけ？これは 5.4。5.4。はい。じゃあ、H2 のレングスも2。そうです、ね、はい。ということで、抽選はまだ続いてますけれども、ちょっと時間もできてしまったということで、この2日間ずっとね、美佐子ちゃんと大輝くんに一緒にいていただいてありがとうございます。ありがとうございます。で、来月、ここで、またファンフェスもあります、ね、そうですね。朝は、ヨガストレッチ体操から始まりますんで、ぜひまた皆さんとすぐお会いできる日をね楽しみにしてると思います。楽しみにしてますということで、はい、はい、この2日間本当に感謝祭すごい楽しかったんでね。楽しかった。はい、はい、楽しかったです。僕たちもこういう出会いの場をね作れるように頑張りましょう。はい、頑張ります。ということで本日の動画は以上になります。それではさようなら。1、2、3、4。続きましてアートコーナーよりレオナ藤波辰巳組の無事に感謝祭も終わりまして、いよいよファンフェスに向かってって感じなんだけど、なんかこう他のね人のイベントとかこういう会社のイベント、キャンピングカーのイベントっていうのをプライベートとかで参加する機会が少なかったからね、すごく楽しい1日2日だったね。楽しかったね。でもね、楽しかったですね。でまあなんか荒木社長がいるところに雨が降るっていうジンクスが今年も続いたんで、それも面白かったなと思ってびっくりしまして、ね、ピンポイントでここだけ降ったからね。まあね、いつかはファンフェスも、まあ、今回500何十台って言ってたから500台オーバーって言って、まあ、いつかねファンフェスも500台、最終的には1000台目標にして、花火は上がったからね。夏のはいつか僕もね花火上げられるようにね、ちょっと頑張りたいなと思って、11月に向けて頑張りたいなと思います。まもなく。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。